はい、ムツです。よろしくお願いします。そしたら、続きをやっていきたいと思います。なんだっけな。あ、そうか。なんか資料もらってたって言ったね。それを見て、キビキ先生が興奮しているみたいです。どうした、どうした、どうした？なんだ？一体どうしたんでしょうか？お父さん、息してないよ。なんだこれ？なんかドーンって落としてんな。あ、夢ね。いきなりなんか変わったから。さっき何言ったっけ？お父さんなんじゃらかんじゃらって言ったよね。ブルブルってなった。地震ですか？正直早くコメントが欲しいな。メモして置かなくちゃ。令状調査ファイル02、経験天神小学校、現在調査中。その後の経過と。ファイルうちどこ行った？あ、ちょっと待ってください。ちょっとこの、なほちゃんの部屋を一回見てみましょう。一回見てみましょう。上司の部屋ってこんな感じっけ？篠崎家の調もうち査ょっをとね、進おめるだけ人で形さんとかありそ強ういな霊と障ころをだ。受けた。体の右半分が麻痺、左鼓膜に異常、姿写真にオーブ、影響あり。数週間にわたる増悪感、吐き気、下血。激痛。嫌だな。もういあろんなと、症状が悪嫌夢だをな。毎晩見るも追加だな。どうだろう。悪夢は普通に見るんじゃないの？やっぱりあそこは危険すぎるな。先生や田口さんは霊に対しての耐性がない人だから、行かない方がいいかもしれない。え、キビキ先生、耐性ないんだ。え？やると思ってた。私の名前は冴ノ木奈穂。霊能調査で全国の心霊スポットを回り、依頼者の不安を取り除いたり、可能なものは解決したりしている。あ、自己紹介ありがとうございます。ああ、なるほど。なほちゃんは霊能調査探偵じゃないな。調査員みたいな感じですね。私の周りには最近、実あ際る行異きた変くが起ねえこっていな。た。でもそういう力持ってる人ってやっぱそういう先月使命調査感をが開始した霊場あかるら、のかな。それまで経験したことがないほどの強力な四面体を連れてきてしまったようだ。平たく言うと、強力な怨霊。怨霊の名前は何？幽霊の現名地か前何？ら持ち帰ってきた呪術用の型代。これがきっと強く作用しているんだと思う。呪術用の型代。藁人形じゃなくて？違うのかさっな？き、ファミレスでさやかにラジオに出ないって誘われたとき、私が迷ったのは、これが原因。迷ってたっけ？霊にまつわる怪え、談全然話わかんない。は、忘れて霊をる。刺激する。あー。私の周りにつきまとっているそれが、さやかに影響してしまわないかと懸念していたのだ。ただこの霊は、私の体調をむちゃくちゃにしてくれている以外は、
外に向かって影響を与えたことがないし、私が抑え込んでやればさやかのラジオもきっと大丈夫だと思う。ほうほうほう。あれ、一応出演 OK ってことか。キッチン直行で水を飲みに行ったから気づかなかったけれど、リビングのソファーでキビキ先生が眠っていた。あの柔らかそうな高そうなソファーね、何十万とかしそうなやつ。先生、風邪ひいちゃいますよ先生。これ実際大丈夫なのかな。親御さんの OK もらってる？そんだけ信頼されてるってこと？よく眠ってる。いや、それでも親御さんは心配するよ。先生、かわいい。いや、親御さん呼んだ方がいいじゃないの？先生、逆の意味で。昨日徹夜だったから、きっとお昼まで寝てるな。徹夜ね。今何時？いや、徹夜っていうのは夜、朝方。なんだっけ。暖かいでしょう先生、この毛布。いい夢見てくださいね。いくらなんでも一応寝る前に毛布自分でかけるでしょう。寒いもん。心霊調査は危険、いろんな人に深入りしないようにって忠告される。どうしてこんなことをするかというと、すべてはそう、先生のため。おお、いい子っちゃいい子だな。内容がでもえぐいけど。私の調査の力を使うことで先生の怪奇小説のお仕事がはかどるなら、先生の面白い作品がたくさん世に生み出されるなら、私は何だってできる。ああ、怪奇小説ね。ああ、キビキ先生は小説ね。小説の先生。でもどうなんだろう。ナホ的には先生が褒めてくれるなら、そういう力を持ってるから。私は全てを犠牲にしたっていい。ただ先生の小説のためだけに。やっぱり先生と田口さんだけで天神小学校へは行かせられないな。危ないもの。私もついていこう。そうね、そうね。二人というかは。行かない方がいいんだけどね、実際。先生の毛布を肩までかけ直して部屋に戻る。私が学校に行くときもまだ眠っていると思うから、置き手紙をしておくことに決めた。先生は逆に私のことを心配して田口さんと二人だけで天神小に行くって言ってくれている。まあそうだね。それ一応預かる側からしてみれば、まあそれはそうなりますよ。その優しい思いやりに、私は今まで二人だけだと余計危ないとは。まあちょっとあれやけど、まあ俺的には結構好印象だから。先生、まあ、なほがなんだかんだでもまだ学生ですから。時刻は午前11時になりました。最新ニュースをお伝えします。ん？東京、新宿駅東南口のエスカレーター下広場で起こった女学生死体遺棄事件につきまして。何これ、違うニュース？やだな。おはよう、ナオ君。君の見つけてくれた天神町に伝わる都市伝説だが。何？君に危険があってはと思うので、やはり私たちだけで。ああ、そうだね。ないのか。そういえば今日は珍しく学校へ行くと言っていたか。独り言だったんだ。その前に部屋の前にノックするような感じするけどね。相変わらず綺麗に使っているな。私の書斎とは大違いだ。まあなんていうのかな、一人だったらいいけど、やっぱり他人と暮らしてたら、まああんまり散らかってるとこ見られたくないしね。机の上に書き置きがある。先生、私先生のためなら全然動けます。何動けます？何？
天神町で行った調査のまとめを検討しますと、多分例の方法を逆打ちすることで帰ってこられると思います。例の逆打ち、例の逆打ちとは一体何でしょうかね。例に対する耐性を持たない先生と田口さんだけではあの学校は危険だと思うので。耐性多分関係ないと思うな俺の予想じゃ。今日学校から帰ったらやはり私も一緒に篠崎幸子のおまじないを行います。お、一緒に行ってくれるのかな。本当に成功するかどうか、まあ、3人の方がいいかな。低めの確率ですけれど、うまく潜入できればきっといいネタゲットできますよね。そんな低い確率やろうとしてんの。先生のお仕事第3回も編集部が評価してくれたら、え、これ何パーぐらい、美味しいもの食べさせてね。確率的に何パーぐらい、え、もうこれ出したらもう売れます的な感じですよこれ。まあ売れるそうな感じはするけど。ナオ君、だがやはり君を私の仕事のためにこれ以上危険な目に遭わせるわけにはいかないよ。まあそうだね、キビキ先生的にはそうなりますね。逆打ちの方法は分かっている。天神小学校へは私が田口君と二人で行ってみるから、君は吉報を待っていてくれ。ちゃんと紙に置き手紙してるよね、書いてるよね、うん、独り言じゃないよね。返事の置き手紙でも書いておくかな。え、今の独り言嘘でしょ。おはようございます、キビキ先生。もう起きてらっしゃいますか。田口さん来ました。彼も気合十分だな。いや、どうだろう、普通に挨拶してただけだね。行くか。まあ行きましょう行きましょう、まあ俺も一緒に行きましょう。あとね、これ午前の収録が終わってすぐに学校に来たんだけど、 お昼休みの時間になっちゃった。案の定クラスにはナホちゃんの姿はなかった。どうしたどうした。でも私は知ってるんだ。普段仕事でめったに出てこないあの子がクラスメートの喧騒を避けて昼休みにいつもいる場所を。あー、なるほど。どこ、屋上。なぜかってそれは私もいつも同じ場所に行くから。もう屋上しかないね。先生に見つかったら怒られそうだけど。屋上ってそんな空いてる、眩しい。扉の鍵が壊れてて屋上に出れちゃうんだよね。これ学校的にはダメでしょ。いい気持ちいいな、日差し。普通に壊れてたら、いや、これ点検してない感じになっちゃうよ。校舎と校舎の間に転落防止用のフェンスがある。あんまり高くないから余裕で越えられちゃうのよね。まあそれはそれでも問題だけどね。よし、おっと待ってください、ちょっと見てみましょう。いろんなのが大変なことになってますよ。何ですかこれは。ありがとうございます。突風にも負けず余裕で乗り越える。下を見るとちょっと怖いけど、ここを越えるといい日陰の場所があるのよね。低くしててありがとう、フェンス。あ、いたいた、ナホタン。その場所にやっぱりナホちゃんはいた。お昼休みの学校の屋上で紙パックを加えて読書にふける女子高生。この子がやると何でも絵になるな。全然見せてくれない、それ。早く。うい。さやか、おっすおっす。昨日結構遅くなったけど大丈夫だった？家。おお、大丈夫でしょ。うん、大丈夫。怒られなかったぜ。どうだろう。何時って言ったっけ？10時。おお、手なずけてるね、親。いや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 、ダメだよ、そんなこと言っちゃ。手なずけてるね、親は。口悪ぅ。口悪ぅ。ちょ、昨日借りた先生の作品、すごいんだけど。ああ、その内容すっかり忘れてたね。でしょ、引っ張られるでしょ。なんていう台本だっけ。
最初の殺人現場、森林描写のマックス立てとか大好き。気が狂ってるよね、あの主人公。一回見せてもらおう。現場の移動中に読み始めちゃったから、テンション上げ直すの大変だったけどね。続き読むの楽しみだよ。どっちかというと時間あった時に読みたいな。このなんか読んでみて、合間で読んだら全部読めないから。昨日借りたインクルの CD もやばかった。もう死ぬ。昨日見てたやつね。トゥインクルね。本当よかった。この曲もなんか最後までライブの曲いっぱい入ってたでしょ。トゥインクルね、みたいな。 PV がまたいいのよ。携帯に入ってるかな。プロモーションビデオね。入ってないよ。今度見せるよ。歌ってみたやったらウケるかな、みんなの前で。いいね、超見るよ私も。どういうこと。鳴ったチャイム。もう1時か。じゃあ私またちょっと打ち合わせに行ってくるわ。なほた、今日放課後収録よろしくね。5時半に東新宿だから、4時に校門前待ち合わせでいいかな。あ、ここ東京だったんだ。オッケー、ナイス校門。そこ繰り返さなくていいよ。なほちゃんは相変わらずのテンションだ。今日の収録もきっと楽しくなるぞ。ね、ここ東京だったんだ。いや、それにびっくりしたよ。もうどうした？例のなほちゃんが言ってた例のあいつね。一体何を連れてきてんの？嘘でしょ。まさかこの呪い、細胞にまで影響を与える類じゃ。呪いって本当にあるんだ。いつまで付きまとう気なの。いや、呪いすげえな。いつから付きまとわれてんの。一月ぐらいの。皆さんこんばんは。大上さやかのラブブレイバー、今夜も始まりましたよ。しんどいな。ああ、すいません。ちょっと、なんだっけ、大上さやかのラップブレイバー、ラジオかな。張り切っていきましょう。あ、そうそう、今日はね、私、学校に行ったの。友達に会いに。まあ、ラジオたまに聞くんですけど。めっちゃ喋ってきた。めっちゃ喋った。やっぱこういう感じかな。勉強もしに。なんかスタッフが受けてる。なんで？え？大上が学校に行く絵が面白い？いや、行くよ、行くだろ。私だってみんなと同じ高校生なんだから。笑うな、受けてるって意味か。クスクス笑いもやめろ。気を使うな。おかしいな。学校っていいねって言いたかったのに、どうしてこうなった？いいね、なんかラジオって。まあいいや。では今夜も30分じっくりお付き合いください。ブレイバー。おー、はい、ありがとうございます。やっぱラジオだ。さやかのパーソナリティぶりはさすがだった。プロの仕事を目の当たりにすると私の気も引き締まる。はい、マイナレいただきました。さいのきさん、どうぞブースへ。ほんと気になれない。マイナレブースト、はい、何でしょうか。ゲストの私が招かれる。収録ブースに入るとさやかがマイクの向かいに座って手を振っていた。うんうん、いや普通に見てた。やばいやばい。やっほー。あ、こんな感じだよね。ちょっと見てみましょう。もうちょっと周りになんかありそうな感じがするんですけど、マイク一本だけか。手を振るさやかに笑顔を返して、用意されたマイクの前の椅子に座ろうとしたが、なんだろう、
違和感を感じる。もしかしてちょっと見てみましょう。ああなるほど、ついてきた子ってこの子ね。はいはいはい、見覚えがある赤い服のあの子。ん？どうしたの？さやかちゃんには見えてない。なんでもないよ、フラフラしちゃった。なんか変な音が聞こえるんですけど。カメラもあるから可愛い顔で行こうぜ。ラジオでカメラある、どういうこと？了解、キリ。この子、篠崎家の調査資料にあった篠崎の一人娘、幸子だ。最近つきまとっていたのはこの子だったのね。なんで今見えるわけ？今気づいたってことだね。でも取り憑かれてる感じは感じ取ってたけど、見えてなかったってことかな。幸子の目は真っ黒で、黒目がどこにあるかわからない。微動だにしないが、息を殺してこちらを見ているのが伝わってくる。そうだね。体中の毛が逆立ち、頭に血、喉に胃液が逆流し始める。やはり篠崎家の呪いは強すぎる。私の力じゃコントロールできない。あー、ラジオの生中継だけど大丈夫？さやかは見えていないんだ。いけない、収録機器に影響が出ないようにしなくては。そんなすごい？そもそも見えて、相手も見えてたらあんな感じになってないけどね。では回します、企画お便りから。あ、何ですか、お便り。さて皆さんお待ちかね、今週のやってみたコーナーは、はい、変えていいですか、サウ。ダメ。どうしたどうしたどうした。仕方ないな、今週はそう階段やってみたです。うやー、あー階段ね、はいはいはい、もう怖いですからね。あーもうやだって言ったのに、なんでみんないっぱいメール送ってくんの。過去最高くらい来てるんだけど。これからの親友のなほちゃん登場みたいな感じ。それでね、こんなの私一人じゃやってらんないので、今日はゲストの方をお招きしております。おースタッフ拍手早いよ。さてゲストは誰なんでしょうかって、みんなもう分かってるかな、あの方です。そういうのってさ、やっぱなんていうのかな、事前になんていうのか分かっちゃうもんなのかな、その好きなラジオ好きな人は。作家にして心霊調査のプロフェッショナル、美人であり頭脳明晰、女子高生霊能作家の冴の木奈穂さん。パチ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 。奈穂さん。こんにちは。あれ？来てくれてありがとう。あ、みんなではこんな感じでクールビューティーな感じね。いえ、お招きいただき光栄です。おお、どうですこの佇まい、しっとりしてて素敵でしょ、ね、ラジオなんで多分見えてないんじゃないかなと思うけど。なほたんはね、私とは実は学校が一緒でクラスも一緒でね。おお、そういうの言っちゃっていい？よく遊んでる仲良しなんだけど、もうね、それを知ってる方から前々から来ていたんですよ。なほたんゲストまだって。叶えてやったよ、喜んでね。これ嬉しいんじゃないの？一番喜んでるのは私だったりするんだけど。今回は怪談特集ということで、専門家のコメントをいただければと思ってます。なほさん、先に悪霊に向かってガツンと言ってやってください。おっと、さやかちゃんは後ろにいる人物見えてないはず。常世の狭間で震えなさい、七つの星のもとに。どうした？何言った？決め台詞きた、テンション上がってきたよ。だいたいそのセリフはどこで言うわけ？では早速お便りを読んでいきましょう。まさかリーに向かって言わないでしょ。東京都 MC のラジオネーム、なぎじゅんぺいさんからの怖い話。
あ、聞いてみたい。凪純平。経験上、今までほとんどの霊障はこちらの条例力で少しずつ引いていくものだったけれど、この霊に関しては逆のようだ。あー、逆パターンね。やったら逆に起こるパターンね。白昼にこんなにはっきりと見えるほどのエネルギーなんて初めてだ。なんでのが、やっぱ霊能が高い人。いけない。頭が割れそう。カメラ回ってるし、血は出さないようにしないと。いろんな意味で怖いよね。血は出さない。まあ、いろんなとこが出そうな感じがしますけど。真帆ちゃんがスカートをキュッと握ってる。あれあれ、意外と緊張する子なのかな。と、むしろ可愛く思えた私は、そのままリードする形で収録を進めた。ドドーン！なんと、襖を開けるとそこには、後ろに実際いるから、やっぱちょっとあれ、リアリティが違うね。どうですか、ナホさん。これ作り話ですよね。京都府の水野さん。ご冗談を。あ、水野さん、すいません。全然話聞いてなかったです。そうですね。これだけの事例証拠では、真偽の断定は難しいと思います。ああ、内容だけじゃね。ということは冗談ではなく、やっぱり水野さんの言うことは本当って可能性も、ありますね。うん。ちょっと聞いてみましょう。いやてかね、実はもっと恐ろしいことに気づいてるの。え、もしかして後ろにやっぱ気づいてる？なほちゃんがね、さっきからなんかチラチラ部屋の隅を気にしてるのよね。やっぱ見てた。バレてますね。いるのいるの、まさかこのブースにいるの。私とナホタンの二人だと思ってたけど、まさかの三人。やめてー。さやかちゃんは、いや、このテンションはちょっと冗談っぽい、なんかそういうシチュエーションをやってますよみたいな。でも本当だけど、さやかちゃんは見えてないから、逆に知らぬが仏ってことでしょこれは。ああ、いえ、大丈夫ですよ。はい、出ました、女子の大丈夫大丈夫詐欺。盛り上げるためにテンションを上げながら、奈穂ちゃんの気づかれたって表情を見ているうちに、私はだんだん怖くなってきていた。何？どういうこと？そう、ナホちゃんが本物の霊の世界に精通してることは百も承知のつもりだった。うん、うん、けれど、どこか絵空ごとというか、自分の住む世界と違うからって真剣に理解しようとしていなかったことに今さらながら気づいたのだ。あー、でも実際難しいよね。やっぱり片方は見える、片方は見えない。実際見えるか見えないかで人の判断を結構大きいですからね。気づいた時にすでに遅かったんだけれど。もうラジオの途中でやばいことになった。お疲れ様です、ラストいただきました。あ、この後ね、この後大変な感じになっちゃう。あれ、ラジオの収録もようやく終了。さやかはスタジオに置いてあるキャンディーを口の中に放り込む。さっき何か見えてたんじゃない？ううん、見てないよ。で、何だこの、これ女子同士でもそんなん言うのかな。ちらっと収録ブースに目を流す。もう先ほどの幸子の霊は消えていた。私は何事もなかったようにさやかの話題を別の方へ誘導する。逆に怪しいよね。あれ？ん？あ？ん？どうしたの？どうした？誰か収録中喋りました？あー、幽霊あるあるね。幽霊あるある。収録中に喋るわけないじゃん。中音ブースに聞こえるわけもないし。何それ、中音ブース？
なんか声かな。ボソボソ聞こえるんです。どこどこ？ちゃんと喋ってみて。ここです。このやりとりのところ。あんまり聞きたくないけどね。京都府の水野さん。ご冗談を。そうですね。これだけの事例証拠では。二人の声しか聞こえないね。聞こえないですね。聞こえませんか？なんか聞こえました？京都府の水野さん。ご冗談を。そうですね。これだけの事例証拠では。ここです。さえのきさんのそうですねの後です。え？なんか間違い探しみたいになってるよ。ご冗談を。ちょ、音量上げるのやめて。そうですね。これだけの事例証拠では。セーフ。聞こえてない。ご冗談を。ちょ、まじやめて。実際やってるこっちからしてみれば、すごく怖いんですけど。そうですね。これだけの事例証拠では。言って、逆に言って、もうさらに音量がでかくなるだけだから。これ、見えてるって言ってるんじゃない？え？そうですね。そう！これが。すいません。超びっくりした。外しちゃったよ。びっくりしすぎて。嘘でしょ。今なんて言ったの？乗っちゃったよ。もう言わないよね。もう言わないよね。ああ、いろいろ、ああだ。やだ。マジっすか。本物？本物ですよ。あれ？どうした？おい、どうした？影響、悪影響。え、ディレクターさん大丈夫ですか？おいおい、なんだおい、しっかりしろ。もういろいろ、もう、最後の本当に自分でも。突然、スタッフの一人が首を押さえてのた打ち始めた。チアノーゼのように顔を真っ赤にし、口から泡を吐いて、呼吸不全に陥っているような症状だ。もう、話が全然もう、全然わかんない。もう全然入ってこない。ただディレクターがもう苦しんでいることしかわかんない。おい、体を押さえろ。物が倒れてきたら危ない。はい。収まったか？大丈夫。なんなの？何かの発作？息してないぞ。はい、来ました。大変。おい、救急車呼べ。早く蘇生措置。はい。しっかりしろ。おい、なんなのこれ。篠崎家ゲスト返せ。今日はバラスだ。篠崎すげえな。さやかの顔から笑顔が消えて、怯えた表情になっていた。これは明らかに霊障だ。霊界に接触したことのない人たちにとっては大きなショックだろう。私はラジオ出演を安請け合いしたことを後悔した。こっちもすごい状態になってますからね。すごい。もう
びっくりして外しちゃったもん。わーって言っちゃった。大きな声出しちゃったよ。ごめん、私やっぱり出るべきじゃなかったということで、この辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てくれたら嬉しいです。はい。